高田光吉、高田光吉、高田光吉、1911年11月7日から1998年5月19日は日本の俳優、歌手である。本名は梶浦武一。戦前の松竹を代表する時代劇スターであり、歌う映画スター第一号として知られる。次女は女優の高田美は、孫は同じく俳優の大浦隆一である。 1911年、明治44年11月7日、兵庫県川辺文園、田村、現在の道県山ヶ崎市東園田町に生まれる。1926年、大正15年、大阪商業学校を中退して、小竹京都撮影所に入社。長谷川和夫、坂東幸太郎と共に、小竹下鴨山バガラスと呼ばれる。まもなく、陶器映画時代に入ると、 生来の関西弁を標準語に変えるため、撮影所の江戸小唄研究会というサークルに参加。小唄のレッスンで鍛え上げたその美声を映画監督の大曽根達夫に変われて、1935年、昭和10年に大江戸出世小唄でポリドールレコードから歌手デビュー。大曽根監督の同名の映画の中でこの歌を歌ったことから、 歌う映画スター第1号として、映画、主題歌ともに評判になった。なお本作は、当時封切られたばかりのルネクレールのフランス映画、パリの屋根の下で、映画も主題歌も、それぞれ大ヒットしたのにヒントを得た、大曽根監督が、日本初のミュージカル映画として制作したと言われる。大江戸出世子歌の大ヒットの以降、1936年、昭和11年に、 江戸説目落と姿などを吹き込むが、日中事変を契機に、レコード業界は、戦時多様前政時代に入り、高田もやがテレコードからは距離を置き、自身も戦地に召集され、4年間の軍隊生活を経て除隊されるも、戦争の激化により映画制作が激減したことから、高田高吉劇団を旗揚げし、戦後まで地方巡業を行った。当時、弟子の一人には、 戦後の歌う映画スター、鶴田孝二がいた。高田が映画スターとして、再び活躍するのは、1951年、昭和26年に、当時人気急上昇中のミソラヒバが主演を務めた、斎藤虎次郎監督映画、トンボ帰り道中で復帰してからである。当初は、ヒバリ相手の脇役としての出演だったが、高田の前世紀を知らない、若いヒバリファンたちに人気に火がつき、 平凡の編集部宛てに、ひばりちゃんと共演した新人の高田孝吉の写真が、星。ぜひ市場で紹介してくださいという当初が殺到したという。その反響の大きさを、雑誌、平凡の編集長から聞いた、コロンビアレコードの伊藤正則文芸部長は、高田と専属歌手の契約を結び、1953年、昭和28年、伊豆の佐太郎でレコード会に、 再び登場。題名の佐太郎は実在の人物ではなく、作詞の西条八重の家に出入りしていた伊豆出身の佐太郎という植木職人の名前から付けたという。また、映画においても1954年、昭和29年に始まった、電子地取りものシリーズで、小竹随一の時代劇スターとして、再び人気を博し、この頃すでに高田は44歳であったため、 奇跡のカムバックとさえ言われた。さらに、歌手として NHK 紅白歌合戦にも2回連続出場している、詳細は下記参照。1960年、昭和35年、小畜を退社して第二投影、後の入投影、1961年消滅に移籍。ここでも主演スターとして活躍したが、あまりのハードスケジュールのため作品の質が低下し、 次第に人気にも陰りが見えた。また、時代劇映画が社用となり、同社が、鶴田浩二、高倉健らの人気映画を中心に変わったことから、1964年、昭和39年より活動の中心を、テレビ、舞台に移した。昭和40年代の夏メロブームの際には、懐かしの歌声、東京12チャンネル、現在のテレビ、東京などの番組に、常連出演。 その美声を披露した。娯楽映画のスターは常に最も美しく、殺走としていなければならない。そのためにはコンディションを維持し、私生活でも好き勝手は許されないという言葉通り、酒もタバコもたしなまず、芝居と歌一筋に生きた。映画時代には美貌タイムを唱え、目が充血しないように午後8時以降は一切仕事をしなかったことで知られる。 二枚目の要望を保つため睡眠をたっぷりとることを自らに課していた。しかし、1968年、昭和43年に放映された、電子ちとりもの町では徹夜の仕事を強いられることになってしまった。また、京都をこよなく愛し、亡くなるまで京都で暮らしていた。そのためかめったなことがない限り東京で仕事はしていなかった。その一方で、 1980年代にはマナ娘、高田美和の離婚、熱愛騒動や、マネージメント会社を通じて、原の商法会社の宣伝用映画出演の依頼を受け、推薦文の制作や原の商法会社主催のディナーショーへの出演などの行為を行った際、依頼をした会社が詐欺行為を行っていることの確認を怠ったとして、起訴されたりという事件で話題を呼んだ。その後、 高田は1988年、昭和63年に、京都市文化功労者を表彰され、1990年、平成2年には、君四等髄法賞を受賞した。1998年、平成10年5月19日、肺炎のため、京都府京都市北区の病院で死去した。満八十六歳没。ビートたけしのお笑いウルトラクイズにて、複数の女優が、 スタジオゲストとして呼ばれた際、たけしが芸能界でカツラを使用している人は誰と、アドリブでクイズを出し、ほとんどの女優が話をはぐらかす中、ゲストの一人、藤淳子はフリップに堂々と、高田光吉と書き、ビートたけしが涙を流して大笑いするも、藤は真面目に書いたのになぜそんなに笑うの不思議がっていた。他。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。